香港チャンネル。死刑囚がですね、はい、死刑執行を当日に通知するのは違法だとして、ああこう国に慰謝料の支払いと告知日中の執行しないよう求めてこう大阪地裁に提訴したというニュースがありまして、うん、ああもうほんまになんやろうなっていうところで死刑前日に告知、死刑本来、うん、今の制度で言うと死刑執行の1時間か2時間前に告知されると、うん、それが違法だと、うん、前日までに言ってくれというようなことで、あそう、はい、でこれは弁護士も言うと、弁護士も死刑囚の代理人として訴えてるんですけど、うん、その、まあ、理屈がまあ俺法律のこと分からへんけど、うん、自分勝手やなとか思うで、ふざけんなやって人殺してるから、うん、あれでしょ、はい、死刑なんでしょ、そうそうそう、それもむごいこととか、うん、かなりのこととか、うん、ね、一人ではなかったりとかもするんでしょ、うん、そうですね、だからその人らは、うん、あやで、あこの死刑囚が、うん、ね、殺めた人らは、うん、ね、前日に告知されてんの、うん、あなたに、あなたが殺すって、うん、あなたは何1分前とか うん、その瞬間に殺しとんのやろ、そうです、ふざけたこと言うなんよね、うん、何を言うとんねん、こんなんがまたあのその何、裁判を受けるって裁判になるっていうのもおかしなもんで、うん、なんかね弁護士もね、ああ仕事とはいえ、ああいやいや違うって、ほんだらその人らは何、殺された人はどうすんの、その行為人道的やったんそれ、うん、ね、人道的に殺したんその人らのことを、うん、自分らだけはね、人道的なこと欲しいんかい、ね、自分らだけはこう、なんか人権とか言ってね、そやろ、うん、その人に殺す前に告知しとんのかいよ、うん、ほんまにまずそっから争うわ、アホね、殺された人はね、そやで、殺された人は、ね、あれやで、そのことなんで私が殺されやなあかんねんとか、うん、そんなもん苦痛と痛み、無念、うん、訴える場もなく、うん、亡くなってんねんで、ほんまにだから、そんなこと考えられへんから、そういうことすんねん、この人ら。うん、そうやろ。本当にね、この、原告、その代理人の弁護士も、死刑確定者は毎朝死ぬかもしれないと怯えている。告知当日の執行は極めて非人間的だと。いやいや、あのさ、それ、違うことで、そんなんやったら、うん、非人間的やけど、うん、いや、じゃあほんだらその弁護士に聞きたいのは、その人らを殺害した、うん、殺害された人はどうやった、うん、毎日怯えてないから、うん、なあ、うん、それっていう理論か、うん、おい、何も罪ない人やぞ、うん、ふざけんなよって、こんなもん長いことだらだら YouTube する時間ももったいないな、うん、これだからもうなんか刑が決まったらもうじゃあ何ヶ月後かにもうやりますって、何日後かにもう全部一律で決めてたんちゃいます、うん、そんなんガチャ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 言うのやったらな、うん、でましてやな、でこの間なんかジョーカーの格好してやで、死刑になりたいからって言うてやで、火、うん、つけてね、あれもほんまに関係ない人、うん、いやふざけんなよって、ほんでこれ何に対して、しゃからあれやろ、法律に対しての法律がおかしいからって、うん、はいはいはい、いうような立て付けのことで弁護士は感情的なことを入れたらあかんかどうか知らんけども、うん、なんでやねんとか思う、そういうね、遺族とか被害者にしてみたらね、うん、そら、うん、いやその弁護士お前どんな、うん、そん名前も出てんの、そんな弁護士は出てます、上田豊弁護士、うん、一人でいます、それは受けやなかしゃからもうか知らんけど、ほんならその人に聞きたいわ、ね、殺された方は告知されたんですか、うん、恐怖に怯えるっちゅうよりか、もうそういうことも訴えることもなく無念さだけを残してこの世を去ったんですよって、本当にいやほんまおかしいよ、でこの間もあったやん、なんかね、家族とか近所のおばちゃんを、はい、5人ほど、はい、殺し無罪判決出た、あそうですね、なんか精神がなんか、うん、いやいや、あのさ、俺思うけど、それは違うやろと。うん、で、陪審
な、あれは。陪審じゃないですか、多分ね。いや、そこは地裁か知らんけども、うん、いやいや、無罪判決なんで出んのかなって。だって、ほんだら、そういう方々、何があるか分からんから、ほんだらその人らもう全員、うん、そうですね、出しゃあかんよんっていう議論なんで。ね、うん。そうやろ、うん、ね。だから、それはもう、俺はもうその、人を殺めた時点で、人はおかしなってるって思ってるから。うんうん、そうですね。だから、おかしくなってるっていうか、その状況が判断できない人が人を殺めるんじゃなくて、殺めること自体が判断できてないっていう認識やわ。それだともう本当に、その動物と一緒になってまいりますもんね。そうやね。トラとかライオンとかみたいなね。うん。うんうん、凶暴な、こう。そうやで、まだトラとかライオンとか腹いっぱいな時は生きおれへんや。いや、この、いやいやいや、びっくりしたな、その今。うん、非人道的って。いや、毎日って。だからそうなんでしょ、うん、それも償うことなんでしょ、うん、そうやって亡くなっていった方々が。うん、その間をね、うん。うん。なんも無念さだけ残って亡くなっていったんですよ。うん。うん、そうでしょ、うん、で、その死刑に怯えるところも、もう刑やと思ってますから、僕はね。その、やっぱりね。うん、で、うん、そういうことして、うん、出向されて、仏さんになって、うん、みんな、罪がなくなるのちゃうの、うんうん。そうですね。って思うねんけどね。うん、それは、ちょっと、弁護士の先生。ねえ。いや、ほんまに。このな、ほんま不条理やね。不条理ですね。うん。その精神的苦痛を訴える権利とか、うん、人道やって、うん、いや、その人らが、うん。人殺しといて、もうね、それないと思うんですけどね。そやろ。うん。情状酌量がないからそうやってなってんやろ、うんうん。って思いますけども、僕は、いや、もう、それはちょっと、違いますと思います、うん、ほんまにあらま、ね、重たいっていうかえって思った。こんなんでもうね裁判ねもうでしょ、まあ、ねほんまにこれ国に対してやってんの。国に対してです。国に対して慰謝料とかを請求してると。2200万2人で。はい、2人で。いやいや、うん、いや、ほんだら、あなた、裁判、被害者の人と裁判して、うん、いや、それ、払ってんのかっていう話やん。そうですね。そこもあるやん。うん、いや、お前、ふざけた世の中だったね。うん、どの口が言うとんねんっていう話ですもんね。うん、いや、もうほんまに、ひどい。うん。いや、命奪われた側ではなくて、奪った側が人道とか、うん、その精神的苦痛を訴える権利があるっていうのは不条理やん。おかしいですね。亡くなった方は死に口なしかい、うん。もう何にもできないですもんね、亡くなった。で、遺族の方はその死刑囚に対してやで、うん、裁判して損害賠償できるんですか。ほんまですね。そやろ。何これ、わからん、俺にはもう。以上、皆さん。賛同いただける方は、まあ、コメント欄。そうですね。よろしく。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。そして、いいねを押していただければ、また私も励みになりますので、よろしくお願いします。香港からのお知らせでした。